うろうっす、ついにホムラもディズニーに来たっすよ。今日は楽しんで帰るっすー。ということで皆さんこんにちは。ホムホム相談事務所室長の川越ホムラっす。どうもよろしくお願いしますっす。あ、向こうにミッキーがいるっす。ミッキー写真撮ってっす。ありがとうっすー。なんか違う気もするっすけどやったっすー。おい、お前ホムラだろ。あ、もしかしてハッチっすか。気合が入ってるっすねー。せっかくのディズニーランドだからな。楽しんでいこうぜ。オッケーっすー。もちろん相談してからだけどな。え、今日こんな場所で仕事しないとなんすか。まあしょうがないっす。それで、今回の相談は何ですっすか。今回はなんで私たちがこのキャラクターなのか、なんでせっちゃんが省かれたのか。よろしく頼むぜー。なんかいつもよりテンション高い気がするっすー。よし、それじゃあ明るくいくっすよ。BGM もテンション爆上げっす。開始っす。それではこれからパワプロアプリとミッキーマウス&フレンズのコラボで実装されたキャラがなぜそのキャラに選ばれたか、あとなぜせっちゃんがハブられたのかについての考察を開始させていただくっす。まずはこのコラボについて簡単に説明させていただくっす。このコラボは2020年11月9日から11月26日までに行われたコラボ。キャラクターがミッキーの格好をしたり、サイコロパレードをディズニーランドの世界観で行うことができたっすね。そして今回のコラボで実装されたキャラクター。ミッキーマウス、八尺踏み子、ミニーマウス、小柄仕様、ドナルドダック、ミソノチカ、ガチャ限定がミッキーとドナルド、配布がミニーになっているっすね。おいー、うちのマネージャーがなぜか省かれてるじゃねーか。まあっす。まずはこのキャラクターたちがなぜこのコスプレになったのかを考えていくっすよ。まずは明確な理由が判明しているキャラクターから見ていくっすよ。まずはミソノチカちゃんっす。ミソノちゃんは自身の性格がおとなしく少し臆病なことから、強気で感情豊かなドナルドに憧れているという設定っす。それによって完全にドナルドの格好で野球をして、完全になりきり自身の性格を克服するという、経緯でドナルドになるっすね。イベントでは小学校の頃に男子から、ノロマ、ってからかわれていたことを告白し、克服のためにドナルドになりきって相手に強気に出るなど、珍しいイベントを見ることができるっす。なんだとー、ノロマって言っている奴は私は許さねー。というのがドナルドミソノちゃんの紹介っすね。なんでミソノちゃんに決まったのかは、なんとなくっすけどお尻っすね。ミソノちゃんはふくよかな体型なので、ドナルドはぴったりという感じっす。言われてみれば確かにお尻な気がするな。次にミッキーとミニーっすね。この二人はなぜミッキーとミニーになったのかの経緯が特に存在せず、両親がミニーになった経緯が、小学生の頃に持っていたからという程度。なので今回は両親とハッチがなぜミッキーとミニーになったのかを考えていくっすよ。この二人の性格上、ミニーよりミッキーの方が合っているっす。どちらも元気でおしとやかではなくテンションが高いキャラ。なので、今回スタッフはなんとなくで決めた可能性が高いっす。ミニーマウスなので、なんとなく身長がちっちゃい両親。デートイベントでカラオケに行った時に実は歌が上手いという設定。このことからハッチよりもミニーマウスに近い要素が多く、結果的に両親がミニーマウスになったのではないかと思われるっす。なるほどなぁ、それなら納得だぜ。ちなみにハッチと両親のイベントはこんな感じ。ハッチのイベントは少年がプロ野球選手からもらったボールをなくしてしまい、そのボールを探す手伝いをするイベント。ミッキーが魔法を使って探してあげるよと言い、主人公と一緒にボールを探すイベントがあるっすね。そのことを知ったチームメイトが全員でボールを探し、少年にボールを渡すイベント。ミッキーのように正義感が強く、笑顔を与えるイベントっすね。へへん、私に任せておきな。両親のイベントはパワフル商店街でダンスを踊るイベント。主人公がミッキー役になり二人でダンスするイベント。ダンス終了後に最初から世界一素敵なボーイフレンドだと思っているんだ、と言われ。最後の最後までフラグをしっかりと回収していくっすね。さすが両親、抜け目ないな。というのがそれぞれのキャラクターがディズニーキャラになった理由でしたっす。最後にせっちゃんがなぜ省かれたのかについて考えていくっすよ。今回はミッキー&フレンズということで、それぞれ北摂高校の3キャラが選ばれたっす。しかし、ミッキーフレンズならまだまだコスプレできるキャラクターがたくさんいるっすけど、なぜかせっちゃんがいない。ということで、これから北摂組の別バージョンを確認してみましょうっす。
今回はサクスペの別バージョンもカウントに入れるっすよ。ハッチの別バージョンはこんな感じ。浴衣、剣道。りょうちんは浴衣とバスケ。みそのちゃんは浴衣と柔道。せっちゃんはチェア、ユニフォーム、袴。別バージョンはこうなっているっす。これを見るとせっちゃんだけ一つ多いっす。このことからせっちゃん以外が別バージョンになったと考えられるっすね。なるほどな。だけどそれだけで決めるのはちょっと早いんじゃねえか。まあ確かにそうっすね。だけどそれに関してもなんとなく答えは出ているっすよ。今回のディズニーキャラはすべて戦士キャラ。サイコロパレードに登場させるためには、戦士キャラでなければ試合に参加できないという問題点があるっす。だけどせっちゃんはマネージャー。やはり省かれるのは仕方ないのかと思われるっす。でも、今までのサイコロパレードでは報酬に織姫のやつと書いたぜ。なるほどっす。確かにそうっすね。それで歴代のサイコロパレードで実装されたキャラの数を見ていこうっす。実装されたキャラはこんな感じ。ハロウィンでは2キャラ、七夕にも2キャラ。つまり、今回のイベントでは1キャラ多いということっす。また、歴代コラボイベントでも基本的に1キャラ報酬、もう2キャラがガチャという形をとっており、今回のディズニーコラボはそれに合わせたのもあるかもしれないっすよね。なるほどな。今までのサイコロパレードの実装キャラよりも1キャラ多いし、今までのコラボと同数。そう考えると普通なのかもしれないね。といういろいろなことを考えた結果、やはりせっちゃんが省かれたという結論っす。でも、これで北摂高校の別バージョンがバランス良くなって良かったっすよねー。せっちゃんがコスプレするんなら、誰になるのかな。多分デイジーダックとかになるんじゃないっすかね。キングダムハーツで言うならグーフィーっすけど、なんでキングダムハーツで例えた。それはこの動画投稿者がスクエニ大好きだからっすよ。そうか。皆さんもせっちゃんがなるなら誰か予想してくださいっす。よろしくな。ということでまとめいくっすよ。今回のミッキー&フレンズコラボのコスプレはそれぞれのキャラクターの特徴から設定。みそのさんは小さい頃の宝物、りょうちんは歌がうまいことや小さいこと、ハッチは元気なところ。これらが活かされたのではないかと思いますっす。せっちゃんはコラボの人数&マネージャー、別バージョンの都合でカットと考えられるっす。いやー、なるほどなー。全然理解できなかったけどまあいいや。遊びに行こうぜー。理解できてないっすか。まあいいっす。せっかくだから遊びに行くっす。まずはポップコーン買ってチェロス買ってミッキーと写真撮って、スペースマウンテン乗るぜ。うろーっす。全力で楽しむっすよ。行くぜー。よし。それじゃあスペースマウンテン乗るっすよー。ホムラは絶叫マシン大好きっすからねー。あと5回は乗りたいっすー。よっしゃそれじゃあ乗るでー。ふっくんまだまだ序の口っすー。そろそろクルーズ、うわーっす。